酒井秀光は地方競馬、東京都騎士会に所属していた元騎手で現在は大井競馬場に所属の調教師である。父は元名古屋競馬場の休務員で、実定に酒井薫人元騎手。息子は JRA 所属の騎手酒井隆星。全日本騎手連盟会長、東京都騎士会会長を務めた。いわゆる栗田はじめも門下であり、引退した。 一村誠、赤峰良、早見隆史、脇本和幸が同門にあたる。大井、物井酒井級者所属としてデビュー。初起城は九百九十五年四月十一日で、翌九百九十六年には全日本、新人王総派戦に出場したりもしたが、しばらく成績は伸び悩み、二千年には二十七勝をマークしたが、翌二千一年には十四勝と大きく後退するなど、 一心一体の状況が続いた。しかし2003年の後半頃から徐々に上昇のきっかけをつかむと、翌2004年から一気にブレイク。62章で南関東13位までジャンプアップした。2005年は83章で南関東10位。そして2006年には自身初となる年間100章超を果たし、南関東7位にランクイン。 音位競馬での成績に限れば2005年2006年とも23位で、あり、内田博之、的場文雄のスタージョッキーに続く位置まで上り詰めた。2006年1月7日、中山競馬場第1競争で中央競馬初騎乗。同日の第9競争でアヤパンに騎乗し、5戦目で中央初勝利を挙げた。成績が伸び始めても、なぜか重傷には、 縁がないままであったが、2007年1月17日のニューイヤーカップで、レッドドラゴン号を優勝に導き、悲願の重賞初制覇を遂げた。2007年4月22日、東京競馬場フローラステークスで、中央重賞初起乗。その後、同年の七夕賞、関屋記念、2008年の日経賞、2009年の青葉賞、2010年の共同通信杯、 カペラステークスに起乗しているが中央重賞は未勝利である。2010年1月3日、川崎競馬第10競争宝船特別でムーンライトクロスに起乗して勝利、地方競馬通算戦勝を達成した。2011年1月23日午前7時ごろ、大井競馬場で調教中に馬が転倒し落馬。頭蓋底骨折、両肺座章。 第8共通圧迫骨折で全治3ヶ月と診断された。2018年5月21日付で栗田博光旧社から東京都騎士会所属に変更となった。2018年11月12日大井競馬第11競争新州賞をノア・ブリジットで勝利し、地方競馬通算2000勝を達成。2019年11月14日、 新規調教師免許試験に合格し、これに伴い、翌15日の起場をもって、騎士を引退し、調教師へと転身する予定であると報じられた。同月15日に、大井競馬第8競争、品川楓賞で、スターリットに起場し、地方競馬通算2028勝目を挙げ、優秀の美を飾った。同年12月1日付で調教師免許を取得。翌2日に、 大井競馬場で引退式が行われる。2021年4月1日、大井競馬小林牧場分級者にて開業する。ありがとうございます。